はい、九州大学の小郷です。本日はよろしくお願いいたします。カーボンニュートラルエネルギー国際研究所とアイスナーといいます。で、一番最初にご説明ありましたように、アイスナーはですね、6番目にできました国際研究所でありまして、2010年に発足しております。で、この9個の拠点の中で唯一エネルギーをやるのは九州大学のアイスナーのみということでございます。それでアイスナー の研究指針は、まず研究所長としてアメリカ のイリノイ大学のペトロス・ソフロニス教授をお招きしまして、アメリカ人の所長ということで運営させていただいています。それでまずビジョンは、こうです。環境調和型で持続可能な社会の実現ということで、皆様ちょっとこれ声が大きいんですが、カーボンニュートラルというのはどういうことかといいますと、世の中に排出するカーボンの量をなんとか今度は元に戻してやれという、プラスカーボンの CO2 の排出のプラスマイナスをゼロにしようというのがカーボンニュートラルということでございます。それを実現可能な社会にしましょうというのが一番大切なビジョンでございます。で、その次にミッションとしまして、我々がやるべき使命というのは2つありまして、まず第一に CO2 の排出、ちょっと後ろに行きましょうかね、ハウリングしてますね。 CO2 の排出を達成する科学技術の研究ということがまず第一でございます。そして次に大切なのが非化石燃料によるエネルギーシステムの構築ということでございます。この2つをがアイスナー の非常に大切な2つのミッションでございます。で、それを達成すべく研究戦略というのがですね、たくさんあります。で、その研究戦略に基づきまして、アイスナーとしましては9個の研究部門を持っています。で、ここから1番から光エネルギー、水素適合材料、電気化学エネルギー、熱化学研究で、水素、貯蔵で、6番目に、触媒的物質変換で、7番目に CO2 分離で、9番目にエネルギーアナリシスという、この9個の部門から成り立っています。で、一番最初にご説明がありましたように、国際研究所ということで、九州大学のアイスナーの外国人の主任研究員の比率は 41% ということで、もちろん公用語も英語ですし、外国人に囲まれて研究しているような状態でございます。それで私はこの9個ある中の第6部門の触媒的物質変換部門というところで研究をさせていただいています。で、今日はこの触媒的物質変換部門の中のこの私たちの研究グループのお話をメインに話させていただきたいと思っています。それで今日はですね、皆様に封筒の中にこういう、小分子が活躍するエネルギーの物語という絵本を同封しています。で、今日はこの絵本をテキストに用いまして、なるべく分かりやすくお話ししたいと考えています。というのはですね、先ほどちょっと受付でチェックしますと、半数以上が高校生であるということと、かなり の年代の幅がありまして、小中学生から上はかなり50、60代の方も来られているということですので、分かりやすく、小中学生から分かりやすく、そして最後は大学 の講義でちょっとしているようなところを高校生の皆様に、ここで大学で講義室で講義をするように伝えていきたいなというふうに考えています。それでまずまずこの小分子、この表題にあります小分子が活躍する小分子というのは、先ほど伊丹先生の話にもありましたけども、こういうような地球、我々の地球はこのようないろいろな小分子からに取り囲まれて生活をしています。で、その中でアイスナーが選んだ8つの小分子があります。で、今赤色で示しています水素、CO、メタン、水、この赤色の小分子は実はエネルギー源になる小分子でございます。で、青色の酸素、過酸化水素、窒素、CO2 というのは、この赤色の小分子から出された電子を受け取ることができる小分子でございます。ということは、水素からの電子を酸素に、水素からの電子を過酸化水素に、水素からの電子を窒素に、水素からの電子を CO2 に、CO からの電子をというふうに、赤から青に全ての組み合わせ の電子の移動が書けるわけです。で、その電子が移動すると実はエネルギーが取り出せるんですね。
で今あの世の中で動いてます水素酸素燃料電池車車というのはこの水素から酸素に電子が流れるときに発電するエネルギーで車が動いているわけでございます。はい、それで皆様にお配りしました絵本というのはこの8つの小分子があの地球上大昔は人類はこの8つの小分子を使いことが上手に使うことができて豊かな生活をしていたのだがある時この8つの小分子が飛び散ってしまったというですねあの昔で言ったら南宗里見八犬伝ですねあの滝沢馬琴ので最近で言いますとあのドラゴンボールのようなストーリーで書かれています。はい、それでそれぞれの小分子の中にはその小分子を使いこなすあの後でそれぞれの8つの今回は4つですね4つのモンスターが閉じ込められて散らばっていったというストーリーでございます。すなわち1番球の中には一番最初の元素の水素2番球の中には酸素3番球の中には CO を使いこなすモンスター、ね、それで4番球の中には過酸化水素を使いこなすモンスターが隠されて散らばっていったんだよというストーリーで始まっていきます。で、あの後からお話しますけどそのモンスターこそがあの先ほどの伊丹先生の話にも出てきましたがあの触媒と言われるあの分子でございます。ですか、覚えておいてくださいね。それであの、はい、あの物語はここに書いてますような8人の、ね、8剣士ならぬ8人の少年少女探偵団がこの小分子を1番から順番に見つけていくという話でございます。でまず第1番目 の, あの分子あのこの玉ですね玉水素分子はまずこの女の子真ん中にいますこの女の子があの見つけてきます。それでちょっと言い忘れたんですけどその8つのですね玉をコレクトするためのこの女の子が首にかけてますあの、あのペンダントこのペンダントに8つの玉を揃えていくというのがストーリーでございます。それでまず最初の第1番球はこの女の子が海岸で見つけました、ね、この岩陰で1番球を見つけました。それでこの1番球をですねはい物語にありますように天空にかざします。そうするとなんとこの1番球の中からユニコーンですね1番球なので一角獣のユニコーンが現れるというストーリーでございます。でここら辺までは小学生で、ね、あの楽しく聞いてくれると思うんですけどもこのちょっとレベルを上げまして今度はあの中学生ぐらい高校生ぐらいまで行きますとあの実はこのユニコーンというのが触媒分子でございます、ね、あのこれは今日はこのことだけ覚えていただいてこれだけ覚えて帰っていただきたいんですけどこのユニコーンに代表される触媒分子というのは実はこの化学反応では1匹でいいんです。いいですか高校生の皆さん。これからここで水素をあの切ったり貼ったりこれから大学レベルの講義を少しだけしますけどもその化学反応を100回1000回、ね、1万回10万回ぐる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 回するんですけれどもいいですか触媒分子はたったの1匹でいいんですね。ユニコーンがくる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 回すから触媒ユニコーンは触媒って言われるんです。では今この赤で囲みましたこの部分をさらに拡大してみます。はい、こういうふうになります。ユニコーンが触媒する分あの化学反応でございます。でまず水素分子ですね水素分子は、ま、あんまり前に行くとハウリングしますからあの水素分子は H2 これはもうね中学生も習いますかなあの高校では必ず習ってます H2 で水素原子1つをこのかわいい水玉くんですいいですか水玉くんが2つで H2 水素分子でございます。それであのトヨタのねあの燃料電池車も水素使いますけどもそこで使っている白金という触媒は水素分子を真ん中で全く真ん中であの HH に切ります。しかし天然ではこの私たちの自然界では水素分子は真ん中で切ってないんですね。天然が行っているあの酵素が行っているあの水素の切り方というのは水素を真ん中ではなくてプラスの水素と真ん中 の, あのマイナスの水素に切るんですね。で実はそれは100年ぐらい前からそうじゃないのかなということが分かってきて50年ぐらい前からそうであるというのが大体分かってきたんですけどもそれを実際に証明した人がまだ いなかったんですね。実はそれに九州大学が挑んだわけでございますけどもこの実はこの水素 H というのは実はチャーミングでですね水素の口、ね、口が電子になってます。いいですか
よく見てくださいね。水素は電子がないとプラスの H プラス、ね、高校で習ったと思うんですけど、プロトンと言いますね。でこれは大学で習います。水素のこちらの電子がこちらに来た水素の口が2つある、これは H マイナス、これは大学入ってから習います。ヒドリドイオンって言います。 H マイナス、ヒドリドイオンって言います。で実際に先ほど言いましたように、天然では水素は水素分子は H プラスと H マイナスに切れるんですね。だけど誰もまだこれまで成功した人はいませんでした。それにあの九州大学が挑んでですね、さらにこの H マイナスに切ったところから電子を取り出すということができなかったんですね、はい。で実際に私たちはこの難しい反応を挑むにあたりまして、九州地方のですね一番高い山阿蘇山に登りまして、その阿蘇山でその水素をプラスマイナスに切ることができる酵素を探し続けました。で5年かかってやっと実験に耐えうる、ちゃんと言いますと酸素に強い酵素を発見することができました。でそこから酵素を3年かかって生成して、やっとその構造が分かりました。でその構造をもとに私たちがデザインしました。ということで次のページにはそのユニコーンですね、これが水素を切ることに成功した、世界で初めて成功したユニコーンのレントゲン写真です。皆様が、ね、1年に1度、ね、健康診断でレントゲンありますけど、あれと同じです。大学に行きますと X 線構造解析って言って、 X 線の絵でこの触媒分子、先ほど伊丹先生が言ってましたこの分子の構造を見ることができます。でこれが実際に私たちがデザインしてね、阿蘇山から取ってきた酵素をもとにデザインして、実際に合成して X 線構造解析をしたそのレントゲン写真でございます。いいですか。そのポイントはですね、中心にニッケルという金属と鉄という金属があります。ここが同じ鉄鉄という金属の組み合わせではなく、ニッケルニッケルでもないというのがミソでございます。実は天然がそうなってたんですね。で天然はそのニッケルと鉄を硫黄で結んでるんですね、こういうふうに V 字型に。でこのニッケル、こちらがニッケル、こちらが鉄が自由にこういうふうに動くような環境を作って、真ん中に水素を捉えてプラスとマイナスに切っていくんです。この黒いところが H マイナスを世界で初めてニッケルと鉄で捉えたレントゲン写真でございます。でさらにそこからですね、じゃあこの H マイナスから電子を取り出すにはどうしたらいいのというところは、実はこの H マイナスというのはですね、マイナスですから鉄をよりプラスにすればこの H マイナスが捕まってニッケルの相互作用で電子が取れるだろうということを考えたんですね。そこが誰も考えなかったミソなんです。で今ここに書いてますのはこの地球上のマグマね、ユニコーンが踏ん張ってます。マグマが青いマグマで書いてますけども、地表から電子を引っ張ってるっていうような絵を書いてます。そういうような工夫をした有機廃石を鉄につけることによってH マイナスを取ってニッケルとの相互作用で世界で初めて電子を取ることに成功したんですね。でこれは2013年にWPI アイソナーからプレスリリースしています。これはWPI アイソナー の研究成果の一つでございまして、サイエンスという雑誌に報告させていただきました、はい。で次は2番球ですね。2番球は何か覚えてますか。酸素ですね。で酸素を自由に扱うことができる触媒分子を実はこの、ね、2番の玉の中に隠されているわけでございます。でその2番の玉はこの男の子が、ね、阿蘇山ならぬ火口から火山帯から取り出してくるわけでございますが、いいですか。その男の子が天空にかざすと、2番球をかざすと、ね、2番ですから頭が、ね、2つあるダブルヘッドの鳥が出てきます。これが触媒分子でございます。いいですね。でここら辺までは小学生でも大丈夫と。で今日覚えてほしい、帰ってほしいことをね、もう一度繰り返しますよ。私しつこいですからね。いいですか。触媒分子は1匹でいいんですよ。鳥は1匹で1羽でいいんです。しかし触媒反応ね、そこに座ってらっしゃいます野寄先生というのは、本当に野寄反応というのはこれが10万回100万回って回りますからね、素晴らしい反応なんですけど、そういうふうに触媒というのは1羽でいいんです。ただし反応は何十万回って回るんですね。で
またこの赤いところを拡大させていただきますと、いいですか、このようになります。でこれは次は酸素分子を真ん中で切って、そこそれを酸素を水に変えていくんですね。だから今の燃料電池車っていうのは水素から電子が酸素に移って、結局廃棄物っていうのは水だけなんですね。でその時にこの酸素分子に電子を水素から送り込まなきゃいけないわけです。でそこはプラチナでは送り込むところまではできてたんですね。しかし今から40年ほど前にですね、酸素に電子を乗せて、酸素が OO 酸素としたときに、これが片足を上げたような状態で、アメリカの研究者が私たちの血液の中にあるヘモグロビンのモデルということで報告はされてたんです。しかし酸素分子を両方の足で捉えたような鉄四価 の, ペルオキシドイオンという形で捉えた例はなかったんですね。それに九州大学のアイソナーが挑みました。でこれを水素からの電子で酸素をマイナスにしていって、このペルオキシドイオンというの中間体を取れないものだろうかということに挑みました。でさらにそのペルオキシドイオンから水に変換できないものだろうかということに挑みました。で挑んだ結果ですね、2010年にアイソナーが始まってから今年で2016年6年ですね、経ちますけども成功しました。今年です、2016年に、これドイツ科学会の学会のトップジャーナルの表紙になった絵です。先ほどのね、お茶目な触媒分子ダブルヘッドバードが2分前ですけど全然間に合いませんね、出てきてますけど、今度の場合は酸素分子は電子を欲しがってんですね。だから電子を送り込むというようなトリックをして、世界で初めて酸素分子を捕まえた、これがレントゲン写真の絵です。でそういうことで水素と酸素を初めて捉えることができたので、実際に燃料で分子で燃料電池を作ることに成功しています。それは実はX 線構造解析が分かる前に2011年に WPI ソナーからプレスリリースさせていただいております。でしかしここに書きましたように、天然ガスから水素を買ってくるとですね、必ず微量の CO というのが入っているんですね、一酸化炭素、ね、それが非常に触媒をの毒となるわけです。それともう一つ、先ほども中間体で酸素の真ん中に出てきてましたけども、酸素から水に行く過程で必ず過酸化水素、ペルオキシドイオンというのを通るんですね。それがよく怪我をした時につけるオキシドールというやつです、ね、過酸化水素が出てくるというのがこれから大問題でした。それにアイスナーは今挑んでいます。そして実はこのもうここら辺は省略飛んでいきますけども、第3番目ですから3つドラゴン首があるドラゴンですけども、実はね、この一酸化炭素をくるくる回す反応にアイソナーはもうほぼ成功しています。だからもう少し報告は待ってください。で実際には CO 一酸化炭素と水の中にアルカリ性状態の OH マイナスというのをひっつけてカルボン酸イオンというのをできます。でそこからどうやって一酸化炭素から電子を取り出すのかというのがやっとアイソナーが見つけました。でもうすぐ論文として出していきます。で報道していきます。もう少し待ってください。で次に第4番目、過酸化水素を、ね、どうやって切っていくのかということにもアイソナーは今挑んでます。それでこれはこれも拡大していきますと、これは4本足の亀さんを書いてますけども、どうやって過酸化水素を切っていくのか、これは大問題でした。それでやっとこれもアイスナー見えてきてます。もう少しで研究が完了するところです。それでこの4つの玉が揃ったので、もっと燃料電池は光るだろうということと、今1番から4番球まで紹介しました。それであとの5番球から8番球ですねは皆様ね、高校生の皆様がやっていただきたいという思いがあります。それで8つの玉が全部揃うと輝かしい未来が待っているだろうというのが私たちのメッセージでございます。ただしここでですね、じゃあ5番球から8番球というのは実際にどんなものなのかというのを少しだけヒントをですね、皆様に私も一緒になって考えたいと思いまして動画を作りました。すぐ終わります。1番球のこれはちょっと復習です。1番球の水素と2番球の酸素を入れたら、これが普通の水が出てくる燃料電池ですね。で次に先ほど言いました問題の水素と CO、 1番球3番球2番球の酸素と4番球の過酸化水素、これを同時に入れて
実際に燃料電池、ね、ができるという、ここまでが私たちがアイスナが今やっているところです。次に1番級の水素と6番級の、これは窒素ですね。これは窒素をアンモニアに変えながら発電をするという画期的な電池でございます。次は1番水素分子と8番のこれは二酸化炭素ですね。これは一般に炭酸固定というか二酸化炭素を取って、さっきかわいいちょっと擬酸が出てましたけども、はい、今度5番級はこれは何ですかね、メタンと酸素、メタン電池、これはメタンから燃料であるメタノール、ね、お酒ができるという話でございます。で次は7番級は水です。水と酸素、ね、2番級の酸素、これは光合成と呼吸で生成物は何もないんですけども、ね、電子が電力が取れると。で最後の8番かな、これは、7番級は水ですね、8番級は二酸化、これこそが人工光合成でございます。 CO、 メタン、擬酸が出ました。じゃあ最後にちょっとサービスで全部の玉を入れたらどうなんだろうと、1から8万まで入れたらどうなんでしょう、どんな電池ができるんでしょうって、これ全部できるんですねこれできたらいいですよねというところで終わります。で今日はこういう将来皆様と一緒にこういうエネルギーを解決するような電池ができたらいいねっていう話をさせていただきました。どうもありがとうございました。